こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日は、3歳児ですがパイが離れないです、困ってますっていうお話、はい、いきたいと思います。頑張らんで適当で、はい、ゆゆわさん、ゆゆわさん、ゆゆわさんからいただきました。はい、3歳児ですがパイが離れないです。夜泣きはないけど寝る前はパイが必要です。年初3になったら卒業だよ。飲んでるのは赤ちゃん、お友達はパイ飲んでないよ、制服着たらパイ卒業だよと言ってるけど、息子はパイ飲んでる間は赤ちゃんで、パイ飲まない時は幼稚園でうまいこと言うね。年齢の時のパイが3歳だけどなかなか卒業できず困っていますということで、ゆゆわさんからいただきました。はい、困っていますということなんですけどね、あの3歳でパイの寝る時のパイ卒業できないことでママはなぜ困っているのか、まずそこが私は知りたいです。ゆゆわさんが困ってる理由は何？友達が飲んでないから、もう3歳やからやめてんのが当たり前やと思うから、そんなん3歳ものって恥ずかしいから、もう自分がしんどいから、いろんな理由がねあるんかなと思うんですけど、あのどうしてもその授乳をしてる、もうその寝かしつけのおっぱいがもうってなるんやったらね、それはもう3歳なんでね、幼稚園行き出したわけでしょ、年少さんなんでしょ、もう3歳児は話して聞かせたらちゃんと理解します。これはやめようと思ったらやめれるよ、ゆうやさん。もちろんでもね、そんな1日でパスパッとやめるっていうのは難しいと思うけど、まあ3日から最低でも1週間以内に3歳児であればちゃんと言って聞かせて、あとはママの根気とあの決意が強ければ断乳は全然できると思います。あのお子さんも息子さんもそれでやめられたからといってもう3歳なので、自分の力でちゃんと自分の気持ちをコントロールしたり栄養を取ったりっていうところはやっていける力がもうあります。なのでやめようと思ったら全然やめれるし、その断乳をすることが何かその息子さんに何か子供に影響するかって、それはないと思う。ってことはこれはもうゆゆわさんの気持ち一つなのね、困っていますというか、あなたがどうしたいっていうところだけやと思うんですよ。まあそうなんやけど、もうそこまでこうなんかもう夜のおっぱい鬱陶しいんやけど、友達もみんな飲んでないしなっていうのはあるけど、でももうなんかやめるのもめんどくさいし、そこでバトルのもしんどいしなっていうことやったら、なんでやめなあかんのっていうところになってくる。やめなあかん理由なんて 何もないのよね。で、まあ日本の風潮として実際2003年やったな、2003年ぐらいまでのね、母子手帳には ね1歳の欄にね、1歳です、そろそろ断乳を考えましょうという一文があったんですよ、実際。だけどそれが2003年それ削除されてなくなったんですね。っていうようなこともあって、やっぱ1歳ぐらいでやめましょうっていうのがずっと今までそういう指導で来とったから、どうしても日本の風潮としてそこが残ってしまってるっていう部分があると思うんですよね。だから大きくなってきたらもうおっぱい飲んでないのが当たり前みたいに思ってしまって、で私たちのもっと上の世代のおじいじばあばとかそれやっぱ言ってきたりもするしね、それに影響されてしまうっていう部分があると思うんですけど、でも今は本当変わってきてて、まず日本の厚生労働省は最低2歳までもし子供が欲しがるんやったらおっぱい続けましょうという提言文に変わってます。で2歳以降ももし子供がまだまだ欲しがるんやったら別にやめなくったっていいんだよってね、実際に書いてあるよホームページに、だから3歳やからやめなあかんっていう、やめましょうっていうのは別に書いてないしね。あと WHO の基準で言うとね、まあ、WHO もあの2歳ぐらいまでは母乳育児続けましょうって言ってんだけど、まあ、これはやっぱ発展途上国とかも全部含まれますからね、あの国際基準の WHO はね。だからやっぱり途上国で栄養が足りない、そういう国の子たちにも対応できるのは、あのまんべんなく全ての栄養を取れるのは母乳やから、母乳で2歳までは最低でもその最低限の栄養を取っていこうよという、そういう位置づけやったりもするから、この裕福な日本っていうこの豊かな国にはあんまり当てはまらないかもしれないけど、でも国際基準で言うとですね、あの統計出てるのはね、世界のねおっぱいを卒業する平均年齢でね、なんとね 4.2 歳なんだって。 4.2 歳ですよ、年中さんですね。これが世界のスタンダードだそうです。うん、先進国だけにしたら多分もうちょっと年齢低いやと思うけどね、後進国も全部入れてね、入れてやけど平均の年齢は 4.2 歳だそうです。まあ、これ哺乳類という人間をね、そういう位置づけで捉えたら4歳5歳ぐらいまでおっぱい飲んでても何も不思議はないという、そういうことやんね。でだったらそんな3歳やから、年少さんやから幼稚園行ってくるからやめなあかんっていうのも
なんかね、そんな、なんでかなっていう感じがするしね、別に辞める必要もないんかなと思いますね。うん、だからあとはもうママの気持ち一つ、その授乳ということがいろんな理屈を置いといて生理的にも無理やねんっていうことやったら、もう思い切ってバンと卒乳、一緒に子供と一緒におっぱいやめるで、頑張るで、ママも頑張るからあんたも頑張りやみたいな感じで一緒にね1週間ぐらい戦ったらええし、でそれそこまでする気がないんやったらどこまででも行ったらいいんじゃないかと思うんですよ。もうバブバブ来てる子なんか、私がこんな緩いからかもしれんけど、みんなめっちゃゆっくりなんですね。遅い人ほんま遅くて、4歳5歳までおっぱい飲んでる子なんかザラなんで、バブバブで4歳でまだおっぱい飲んでるんですよねって言ったら、周りのママたちみんなふーんでって言うもんね。誰もびっくりしてくれないあれみたいになるんですけどね。でバブバブのね、おっぱい最高年齢ね、やめたのね、あの3年生です、9歳でございますっていう子が最高年齢でいますね。でその9歳の男の子は自然に、やっぱ彼の方から自然に終わっていったんですけど、そのもう一個下の2年生でやめた女の子がいて、ね、その子の話がめっちゃ面白くって、これもね、私ねママがすごいなって思うんですよ。2年生で8歳ね、8歳なのに周りからきっといろいろあったと思うよ、そんなまだみたいなね、目がいっぱいあった中、ずっとまあ頑張ってきはって、ママのポリシーっていうか、その周りに影響されずやめへんかった、そのママさんがすごいなって、まず子供以上にもママに拍手ですね。で2歳ぐらいの時ちょっと悩んではりましたわ、周りからいろいろ言われてね、やめなあかんのかなとかぐちゃぐちゃ言ってたけど、でもようやめへんかった結局。ほんで3歳を超えてきた時に、そのママになんか最近断乳しようかなとかって聞けへんけど、どうなってんの自分気持ちいいって言った、もうさここまで来たらさ、もうまさか誰も飲んでないと思ってるし、それに触れられることもなくなってさ、もう吹っ切れて、もうどうでもいいわ、私もう行くとこまで行くわって言ってね、そのまま言ってくれて、かっこよく吹っ切れた。あそうか、ほなもう行くとこまで、でもこれやったらバブバブの最高記録作ってやとかって言ってたんですよ。ほなほんまになかなか終わらへんかって、結局小学校2年生まで行ったんですね。でその女の子はね、まあ、もちろんもうやっぱり、そんな四六時中飲むっていうことはなくって、でも学校から帰ってきた時に、普通は小学校2年生って帰ってきたらまず宿題をしなさいですよね。宿題終わってから遊ぼうよみたいなことが一般的だと思うんですけど、その女の子の場合は帰ってきたらまずランドセルを置いて、まずパイなんですよ、おっぱい飲むのね。それがもうあの彼女の日常やったんですよ。でママもそれもあのそういうルチンワークでもずっと言ってたから、はい帰ってきたらハイランドセル置いて、はい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 みたいな、そんな感じでやってはって、である日ね、その女の子はね、友達と約束して帰ってきました学校から、はい、ランドセル置いてどこどこの公園に何時に集合なって友達が言うたって。ほんでその子は、でもランドセル置いておっぱい飲む時間があるから、それを考えたら何時に公園は無理やんってなって、それを彼女の中ではね、みんな学校から帰ってたらまずおっぱいを飲んでるって思ってたんだって、うん、だってそんな会話しへんから、そういうもんであるって思ってた。ほんであのそんな恥ずかしいことやと思ってへんもんやから、その友達にね、でも無理やん、だってさ帰ったらさおっぱい飲む時間いるから、あの3時に集合は無理やんって友達に普通に言っちゃって、で友達そこでってドン引きで、女の子も私なんか変なこと言った、ってなって、友達もってなってで、そこで初めてあのその子は、友達がみんな学校から帰って一発目おっぱいを飲んでいないということを初めて知って、ほいでその子ね、プリプリ怒りながらね家帰ってきてね、ほんでねランドセルバーンって置いてね、お母さんに、みんな飲んでへんにやったら早く言ってよってお母さんにね逆ギレしてね、でねその日をもって卒業しましたっていうめっちゃ面白いエピソードがあってね。ほんでその子はあの、で卒業のケアでそのママさん来てくれてたんだけど、私もそれ聞いても可愛くて、で女の子すごいこうふてくされてこうやって横からこうやって見てるわけですよほんでもう8歳だしね、やっぱプライドもあるだろうし、かわいそうやなと思って、もう分かった分かった、もうここだけの話でね、久子さんこの話聞いたけど誰にも言えへんからな、内緒にしとくから、内緒内緒いけるってって言って、ほんでブログに書いて全世界に配信しました。最低
可愛かってもんだって、まあ、そんなこともあるね。あのおっぱいの終わり方って本当に千差万別だし、で遅かったからどうなるってことでもないし、早かったからどうなるってことでもないし、あとはもう本当にママの気持ち一つだから、いろんなとこから言われたからっていうそういう理由でやめるんやったら、なんかそこの努力するやりがいあるんかなって、その努力は無駄じゃないって、エネルギー他に使ったらと思うしね。あとはもうママの気持ち一つかと思うので、3歳だからやめなあかんとか、赤ちゃんが飲むものだという先入観も捨ててあげてほしいし、お友達は飲んでないよ、もう人は人、自分は自分やもんな、みんな違ってみんないいやんな、小学校行ったらそういう指導されるよ右に習えっていう考え方はママも変えていかなあかんのちゃうかなとか思うんですけどね。はい、そういう風な感じで私は思っています。はい、12人目妊娠中助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。